三リ屋古墳群、三リ屋古墳群の一三リ屋古墳群は、静岡県岩田市蒲田深海にある古墳群。五期が国の史跡に指定されている。静岡県西部、天竜川東岸の岩田原第一南東園、大田川が形成する中石平野を望む位置に映像された古墳群である。古墳時代前期の前方後円墳、円墳から構成される。現存する。 主な古墳としては松林山古墳、東海山古墳、秋葉山古墳、高根山古墳、三厨や道山古墳の5基があり、松林山古墳では1931年に主体部の発掘調査が、他の4基では1997から1998年度に確認調査が実施されている。古墳群のうち最大規模の松林山古墳は、墳球長107メートルを測る。 大型前方公園墳で古墳時代前期の4世紀後半頃の築造と推定される。1931年の発掘調査で多くの遺物が出土しており、その様相からは山と王権との強い結びつきが示唆される。秋、葉山古墳、東海山古墳は松林山古墳と同時期の4世紀後半頃と推定されるが、築造方法からは、 在地豪族の墓と見られる。高根山古墳は古墳時代中期の4世紀末頃の築造と推定され、松林山古墳の後継主張墓と位置づけられる。また三栗や道山古墳は古墳時代中期の5世紀代の築造であるが、6世紀代の作り替えが認められる。その他にも一帯では三角園詩人4重教が出土した京塚古墳やメイン三古墳など、 数多くの古墳が分布する。この三リア古墳群は、古墳時代前期引く中期の映像と推定される。古墳群の様相からは、松林山古墳、高根山古墳、メイン山古墳、三リア道山古墳という中央とのつながりが強い、一族と、京塚古墳、秋葉山古墳、東海山古墳、深海17号墳という、別の一族の二つの並行する、主張母系譜が想定される。 また、特に、松林山古墳は、静岡県では、代表的な前期古墳であり、その他の古墳もこの地域の有力古墳であることから、東藤海地方の古墳時代を考察する上で、重要視される古墳群になる。5期の古墳域は2001年に、国の史跡に指定されている。東海山古墳に関するカテゴリー、秋葉山古墳に関するカテゴリー、高根山古墳に関するカテゴリー、 ミクリア同山古墳に関するカテゴリー、ありがとうございます。